いや、僕もね、やっぱ物騒なことがいっぱいあっなんすか、て、なんすか、なんすか。うちのこのオフィスにね、やっぱ空き巣が入ったんですよね、多分。空き巣？うん。オフィスに？いや、このオフィス。いや、物騒って大変じゃないですか。やばいでしょ？やばいやばい。で、盗んでいったのが、後期 PC とか。PC、だって iMac Pro とか、カメラも高いやつやばいやばい、だってそれ。盗まれてったのが、このドズボンラジオの BGM と画面ね。え？素材？ 素材が見て、みんな気づいた人います？なになになに気づいた人います？気づいてるよ。いや、画面が先から、おかしいぞって。木だぞって言われてたよ。思うじゃん、思うじゃん。BGM と背景画面盗まれたの。盗まれたの？いや、マジで僕消してないんだけど、見て、このドズラジのね、フォルダはあるのよ。フォルダはあるんだけど、中身何もない。え、抜けてる。何にもない中身。こんなことある？あ、ちょっとわかんない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 。出さないでっていうね、ポテトがあるのに、中身がすっからかんなの。だってさ、これ間違えて消したとか、誰かが操作ミスで消したとかだったら、このフォルダごとなくなるならまだわかんない。フォルダはあるけど中身がない。これね、空き巣だね。意味わかんないよ。これは。これ一応言っとくけど、絶対僕じゃないです。ん？絶対僕じゃない。あ、BGM ミルクさんがツイッターに送ったらしいです。優秀か。さては？え？温暖焼け室だよ、これは。さては？え？さてはって、なんで、いや、疑うの？いや、疑わない。嫁ちゃんを。疑わないよ。ん？って犯人限られてるでしょ。いや、だから泥棒ですよ、泥棒が入ったもん。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。